大犬性思いやりドア、思いやりキッズドア釣り戸に使用されている両側サムターン錠の取り付け方法をご紹介します。扉側面のカップ部にマークを上にしてチューブラーケースを差し込みます。ケースフロントをマークの刻印を上にして取り付け、取り付けネジで固定します。角軸を室外側アウト座のつまみの角穴に差し込みます。差し込んだ角軸をチューブラーケースの角穴に差し込み、室内側イン座のつまみの角穴に合わせて取り付けネジで仮締めします。この時つまみの向きは解錠時と同様の縦になるようにしてください。つまみをそれぞれ回転させ、施錠時の動作が確実にできることを確認してください。確認できたら取り付けネジを締め付けます。座の固定に電動ドライバーを使用しないでください。ネジを締めすぎると鎌の動きが悪くなる場合があります。